そうですね、今ね、面白いね、ネタっていう言い方もちょっと、ちょっと失礼なんですけれど、先ほどね、ちょっと、Facebook のやりとりで、もしこの動画を、というか、まあ、チャンネル自体を見ている人だったら、一発でわかると思うんですけれど、前にメインチャンネルの方で、共食い動画とか、あるいは、僕の23歳の誕生日、まあ、向こうは、26歳の誕生日が、まあ、僕の誕生日より、まあ、10日前だったんですけど、その人がね、ちょっとね、ちょっと僕がね、僕も悪いんですけど、入院中に、ちょっと、面会に、来なかった、程度の、まあ、ちょっとね、ストレスが、ね、ちょっと長引いちゃって、で、僕がね、丁寧に応対しても、丁寧に応対って言っても、まあ、コメントなんですけどね。で、それで、対面での謝罪が、できないっていうような、ことで、お互い、お互い言い訳とか申し訳ないって、本当に上っ面だったら対面で応対しましょうっていうようなやりとりをしていたら、これですよ。ちょっと待って。はい。こんなね、内容です。はい。オリーブさん。で、ちょっと待っててくださいね。で、こういうようなね、文章やりとりだったのかな。見えるかな？はい。ちょっと待ってください。で、こんな感じですね。ちょっと待って。こんなにさ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。コメントが40コメントも来てるんですよ。1対1で。こんなことやるくらいだったらさ、普通メールでやりゃやってさ、で、そっからさ、お互いのさ、住所をさ、書いた上で、で、それでさ、まあ今、コロナウイルス云々でさ、心配だったら、だいたい4月の何日っていうふうにさ、日時決定した上でさ、お互い謝って申し訳ございませんでした。これからはこう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 っていうのさ、普通さ、相手が女性だろうが男性だろうが、同性異性間関係なく、それをさ、自分聞き、聞き、あの基準を押し付けるなっていうのもどうかと思いますけどね。はい。で、もしこのね、言い方が気に食わなかった普通だったら、じゃあ、何月何日に、ここで会いましょう。そっからお互いの言い分を聞きますって普通になると思うんですけどね。まあ普通っていうね、言い方もね、ちょっと、まあ人それぞれだと思うんですけど、普通でしたら、相手にさ、パートナーがいるだろうが、いなかろうが、僕だったらね、パートナーいても普通、男女間のね、友人だとか、まあ、前の片思いとか、前の、まあ、仮に元カノの話だったとしても、普通謝りますよ。なんて言いましょうか。もうね、相手がどうであれ、まあ、こんなひどいこと言っちゃって、ごめんねっていうのね、普通、幼稚園児でも、小学1年生でもできますから。それをね、僕よりね、3つ上、まあ今年でね、27歳のね、いい年した姉ちゃんがこんなこと言うってのがね、僕がちょっと恥ずかしいですね。まあ、っていうような感じで、まあね、ちょっと、愚痴言っても始まんないんで、まあ、これでいいかな。これでいいかなっていうのは、まあ、この動画を、まあ、終わる話です。はい。で、これがね、恥ずかしい、あるいは消してほしいっていうんだったら、まあ、そうですね。4月4日。どこで会おうかな。4月4日の、じゃあ、そうだ。川越で会おう。はい。これでよろしくお願いします。では、明日は上へ行こう。